茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城ダラダラ探検隊隊長の龍でございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。はい、今日なんですけども、太陽龍ヶ崎店さんで久しぶりにね、お弁当を買ってきました。ふわとろオムライスプレートということで、初めて食べるお弁当です。なんかね、もう見た感じすごく美味しそうに見えたんでね、もう今日はね、迷わずこれだということで買ってきました。これからね、レンジで温めて食べていきたいと思います。最後まで見てってくださいね。はい、それでは温めてきましたのでね、食べていきたいと思います。これね、これだけの量でね、398円、まあ税込みはね430円ですけども、安いですよねやっぱり。はい、それでは食べていきたいと思います。レンジでね、500ワットのやつで1分30秒温めてみました。多分それで大丈夫だと思うんですけどもね。はい、十分あったかいですね。はい、はい、それでは食べていきましょう。お箸とフォークをね、ちょっと準備してみました。はい、これで食べていきましょう。ちょっとね、お箸が曲がってるんで違うお箸持ってきたいと思います。はい、それではね、気を取り直して、割り箸にしました。はい、割り箸とフォークをね、ちょっと使って食べていきたいなと思います。はい、ちょっとね、箸をこっち置いて、まずね、ここからいきましょう。はい、卵とね、うん、グッ、うまっ。あれ、もう弁当でね、お弁当でこのレベルですもんね。うん、卵がね、ふわふわです。うん、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 うまっ。これはね、多分カニクリームコロッケじゃないでしょうかね。はい、食べてみます。こんな感じです。うまっ。あー、美味しいですね。うん、まっ。で、これがエビフライですかね。はい、タルタルと一緒にちょっと食べてみましょう。お、切れてるから食べやすくなってますね。はい、これはちょっと嬉しいですね。はい、食べてみます。うーん、グッ、やばい、これは本当に美味しいですね。だね、下手なレストランとかで食べるよりも398円でこのお弁当食べた方がいいのかなって思っちゃいますよね、本当に。はい、あ、これはうまいな。あと、まあ、ちょっとね、今温めてからちょっと時間置いちゃったんですよね、あの箸が曲がってたりなんかいろいろあって、だから少し今ね、冷房も結構かかってるんで少し冷めちゃったかな。だから1分半よりは、うん、2分ぐらい温めた方がいいのかななんて思いましたね。はい、でも僕ね、どっちかというと猫舌なんで、ちょうどこのぐらいがいいんですけども、普通の人だったらね、そのぐらいの方がいいのかなっていう感じですね。あ、おいしい。うん、このカニクリームコロッケ、海鮮クリームコロッケかな、いつもね、太陽さんでクリームコロッケの場合この味なんですけど、これうまいですよね。あのコロッケって
僕はクリームコロッケよりも普通のコロッケの方が好きなんですよ。だけどこの太陽さんのクリームコロッケはね、それでもねすごく美味しいって自分が思えるぐらい美味しいですね。はい、あ、これ一気に食べちゃいますね。これだとそうですね、この感じだとお箸いらないですね。これで多分全部フォークで済んじゃうかな。はい、美味しいです。はい、ゆっくりね食べていきたいと思います。あとね、この今日の、ふわとろオムライスプレートにはですね、これを合わせていきたいと思います。じゃん、金色のやつということでね、デカビタCをねちょっと合わせていきたいと思います。一応ですね、今ねあのまあ気まぐれクックさんで有名な、YouTuber の方ねいらっしゃると思うんですけども、あのね魚をねさばいていくの人なんですけどね、僕ね好きでよく見るんですけども、はい、ちょっとねリスペクトさせていただきました。はい、だからねよくね食べていくとか、あのどこどこに歩いていくとか僕よく入れると思うんですけども、あの辺もね本当はね気まぐれクックさん金子さんの、リスペクトが入ってる感じになっております。はい、ということでいただきます。ということでね、あとはゆっくりで、ね、食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。茨城だらだら探検隊隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。